はい、ヤッホー、皆さんおはようございます。吉野茶です。今日はですね、レーザーレベラーやっております。もう4月のね、20日になるんですけど、20日合ってるかな、20日、まあそんなもんなんですけど、朝8時ですね。もう一回ね、レベラー全部終わったんです。終わってここはね、ほとんど25兆やろうと思って、結局できな、12兆ぐらいしかできなかったんですね。でこういう感じで途中までやって残しちゃった補助ですね。なんとまたこの 1ヶ月ぐらい空けてまた乾いてきたんですね。ということでもう一回やればなんとか仕上がりそうだなということで今日やってます。ただまだ天気陰ってきてるんで、なんとか雨までに終わるかどうかというところですね。この田んぼ良かったのはですね、この最後を仕上げる前にこのケツの際にあるこのでかい溝をね残してあったんでね、ちょうどそのなんていうの、だいたい仕上げきれない田んぼってその後湿っていくんですけど、ここはなんかこうちょうどいい具合にこの溝が、落とし口の溝が残ってて、ここが低かったんで、いい感じに水がはけたっていう感じですね。はい。それ以外のレベラーを途中で諦めた田んぼとか、プラグかけてそのままなっちゃった田んぼっていうのは結構悲惨ですね。白垣とか、荒垣白垣で直すのがとても大変ですし、もう一回湿っちゃったらもうね、乾いていきません。というわけで、今年はちょっと直がね、大失敗かなと思ったんですけど、もう一回ね、天気が続きそうなんで、もう一回チャンスがある。まあもう田植えとか白掃きが始まっちゃってますんで、正直こっから、直派をやることが、いいか悪いかはちょっとね、疑問視されるところなんですけども、まあとはいえ、途中までやって、非常に作業しにくいこの田んぼが残るよりはね、やっちゃおうということで、今、突貫でやっております。もう少し下げてもいいかな。まあ、こっちの方が合筆と田んぼなんで、こっちの方が高いです。なんでこっちからこっちに引っ張ります。前回わだちが残って仕上げきれなかったんで、このわだちを消すまではかなりガタ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 揺れますけど、これが全部こなれてこればね、安定して走れるでしょう。という感じでございます。はい、全体を回っといて、だいたい高めを把握してどういう風に走るか決めていくんですけども、やっぱりまあ基本的には、こっちが高いんで、しばらく前行進をしましょうかね。この辺ちょっと私がひどいですね。この私に逆らわない方がガタガタしないから、コーナー目に走りましょうかね、しばらく。そうしましょう。じゃあもう少し作業機下げて前行進を繰り返したいと思います。この辺からスタートですね。レーザーレベラーってバックもね下げながらやってもいいんです。で曲がる時も下げながらやっていいんです。それがちょっと特徴ですね。でこれをこのポールをここについてるね、受光器が、これをこの受光器が、あそこの発光器見えますか、これか、
酵機ですね。発酵機が、この出しているこのレーザーのこうねくるくるくるレーザーが回転してて、その地上と水平を保ってる、地面とね保ってるんですけど、ジャイロがついてて、その保ってる面とあそこが合うことで、そこにレーザー面とキープするようにこれを左右機を上下させてくれる。でこの板で削ってくれるっていう感じなんですけど、これをだからポールを上げてあげれば、そのこいつとろここが伸びるんで自然にこっちが下がるんですね。でどれぐらいの、そうするとこう下げるとこのこれがいっぱい削れるという感じですね。でその低いところではこの作業機が上がって、高いところでは作業機が下がるという感じでやってるうちに平らになっていくという仕組みであります。仕組みでありますとか言ってるけど、はい、仕組みでございます。はい、もうちょっと下げてもいいのかな作業機。まあ、だからもうポールを上げるイコール作業機を下げるってことになりますね。もうちょっと下げてもいいかな、ややこしいです。作業機を下げてもいいかなっていうのとポールを上げてもいいかなっていうのは同義語ですね。ちなみにここのメモリを見るとね、ちゃんと上の方に上げる、下げるって書いてありますので、金平板の位置を下げるっていうのも分かりやすく書いたはあります。ただもうこれ15以上はね伸ばしきれないんで、それ以上範囲がそれてしまう場合はあっちの発酵機をね調整する必要があります。こっちがね、海の方向です。で、もともとこの辺で田んぼが2枚だったんで、こっちにまだまだ引っ張らないといけないと思います。あー、ちょっと引っ張りすぎか？まあ、一回これぐらい引っ張ってもいいと思うんですよね。からいっぱいガリガリ引っ張って、で一旦余らした土をねそれから持っていった方が多分綺麗に仕上がるでしょう。というわけでちょっと深めに引っ張ります。ひたすらこの方向に斜めに引っ張って、でまたそれが終わったらこう引っ張ってかな。スターは TJW120 ですね、おなじみの。セミクローラー、よっこいしょっと。高めくは考えずに、このまずこのデコボコを取るためにガリガリ深めに引っ張るのが正解のようです。どうやらっていうわけでお話することもなくなってきて、単調な作業に入っていきますので、一旦この辺でお別れしようと思います。また何か変わりが出てきたら取っていくかもしれません。とりあえずこれがガリ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 引っ張り終わって、まだ天気がね持ってくれればもう一回撮影しようと思います。では一旦さようなら、よしろちゃんでした。バイバイ。